2004年にカッシーに探査機が撮影した土星の缶缶は惑星の周囲を交点するゴミやその他の小さな粒子が平らな円盤状の領域に分布しているリング状の構造である。最も壮大で有名な惑星の艦は土星の艦であるが太陽系によっつ存在する巨大ガス惑星、すなわち木星、土星、天皇星、海王星は全て缶を持っている。 また小惑星のうちカリクローにも感があることが、カリクローによる恒星の遠平の観測より確認されている。宇宙探査機カッシーニの撮影結果から土星の第5衛星レアにも感がある可能性があるとみられていたが、撮影結果の精査の結果、結局感はなかったとされている。惑星の感の起源は正確には分かっていないが、一般に感は不安定で、 数千万年から数億年の間には散逸するものと考えられている。従って、現在見られる菅は、比較的新しい機械を持つはずであり、おそらくは衛星が大衝突を受けたり、あるいは惑星のロッシュ限界の内側に入った衛星が重力によって破壊された破片からできていると見られている。菅の粒子の組成は様々で、計算しようかもしくは氷を含むゴミであると、 考えられる。また、もっと大きな岩石や巨石が存在する可能性もある。肝には羊貝衛星と呼ばれる小さな衛星が肝の外縁や空撃の中に存在する場合がある。羊貝衛星の重力は肝の縁をくっきりと保つ役割を果たす。羊貝衛星の軌道に近づく物質は肝の本体に弾き返されるか、あるいは軽から放り出されたり、 衛星自身に到着したりする。海洋星の艦のうち、アダム図艦にある明るい部分がアークと呼ばれるもの。左からフラテルにて、エガリテ、リベルテと呼ばれる。内側は、ルベリエ艦木星の衛星のうち最も内側にある、メティスやアドラステアといった小さな衛星は、木星の艦やロッシュ限界の内側を公転している。木星の艦は、木星の調積力によって、 これらの衛星から放出された物質から構成されている可能性がある。またこれらの物質放出は、間の物質がこれらの衛星の表面に衝突することでさらに促進されているとも考えられる。ロッシュ限界の内側にある衛星には自己重力よりも強い潮積力が働くため、衛星本体は衛星の構成物質の力学的な強度のみで一体に保たれている。 従って衛星表面に弱く積もっているだけの物質は簡単に引き剥がされて肝の一部となる。土星の管のうち B 管にはスポークと呼ばれる放射状の暗い部分が観測されている。これは管を構成する粒子と土星の磁場の相互作用によって発生したという説があるが、はっきりとは分かっていない。海洋星の管は非常に変わっていて最初の地球からの観測では キレキレの円弧からできていると見られていたが、ボイジャー2号が撮影した画像によって、所々に明るいコブを持つ完全な感であることが明らかになった。これについては、羊飼い衛星であるガラテアや未発見の別の羊飼い衛星からの重力の影響によってこのコブが作られていると考えられている。ありがとうございます。